どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールやってますか？ということで、今回なんですけど、なんと、めちゃめちゃ応用できそうな新種のバグが発見されたということで、そちらの方をね、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ということで、めちゃめちゃね、応用性が高そうな新種のバグなんですけども、こちらメニューバグをね、利用して行うので、まあ、バージョン 1.1.1 じゃないとできません。まあ、もしかしたらね、1.1.2 でもできるかもしれないんですけど、まだ検証してないので、ちょっとね、詳しくはわかんないです。こちらのバグ、日本人の方が発見したんですけど、まあ、名付けるとするならば、選択肢バグという風なバグになってます。まあ、ちょっとね、聞いただけじゃよくわかんないと思うんで、実際に今からやっていきたいと思います。で、まず、ちょっと確認のためにね、この船乗りのおじさんのね、選択肢皆さんに見せていきたいと思います。船乗るかいで、今ね、行けるのが鋼鉄島、満月島、やめるっていう風な選択肢がね、出てると思うんですよ。で、今回こちらの選択肢バグを使って波乗りバグとか使わずに、ダークライのいる新月島にね、船で向かっていきたいと思います。そういうことがね、可能になってしまうバグなんですよ。まだね、皆さんイメージがつかないと思うので、実際にやり方と説明していきたいと思います。で、下準備なんですけど、まずポケモンセンターのこちらに来てください。2階のね、交換とかの部屋があるところに登ってきてください。で、登録にね、冒険ノートを登録してください。はい、そしたらね、もうこれで準備完了です。まずポケモンを開いて、メニューバグをね、発動させます。メニューバグを発動できたら、プラスを押して、この登録の画面を出す。で、ここのマップの画面になったら B。で、B。で、そしたら次、このね、お姉さんに話しかけます。返信しますかとなるので、そのね、選択肢が出る瞬間、まあ、出る一瞬前ぐらいに、この冒険ノートを開きます。ここね、ちょっとタイミングが難しいんで、失敗する可能性ある。はい、来ました。今ね、はいを押した瞬間にこう、下を押して、冒険ノート開くことによってできるんですよ。で、そしたらここで B でして、このままね、歩ける。で、X で B。これで成功です。はい。今ね、ちょっとタイミングかなり難しいんですが、返信をしますか？はい。はいを押した瞬間に下を押すっていう。下で冒険ノートを開く。で、すると裏で選択肢が開きつつ、冒険ノートが開くみたいな感じですね。で、こっからね、船のおじさんのところに向かっていきましょうか。はい。で、さっきね、鋼鉄島と満月島しかなかったんですけど、今度見ててください。船乗るかい？はい。ジューン、光、ギタリスト、お坊ちゃま、キャンプボーイ、山男、ラブラブカップル。何これっていう風なね、状態になるんですよ。そう、さっきのメニューの表記がここに現れて、選択肢が重なってる状態になってます。で、こちらこのね、ポケモンセンター以外にもポケモンスクールなどね、何個かこういう風に選択肢ができる場所で発動でき、そして選択肢で行動するところで、このバグを利用することで何らかの動作を起こすことができます。で、今回の場合は、まあ、例えば光で押してみましょうか。光を押してみると、じゃあ行くぜとなって、光に行ってくれるんですよ、船が。はい。で、このままね、どこに行くかというと、はい、なんと新月島にね、船で行くことができました。しかしこちら何もね、動かすことができないんで、今のところ新月島に来て何かをするということはできません。で、なんかね、探検セットを使えば動けるみたいな話をね、発見者さんが言ってたんですけど、ちょっとそれをしてもダークライフラグがね、立ってないので、ダークライはいないという状態らしいです。まあ、だけど、もしかしたらこのバグをね、応用してダークライのフラグをオンにすることができ、バグを使ってダークライ捕まえることができるかもしれない。まあ、そういうね、無限の応用の可能性を秘めた、まあ、すごいバグが発見されました。もしかしたらね、これでまた RTA の業界とか変わったりね、するかもしれないですね。ということで、今回はメニューバグを使った新種のバグ、選択肢バグについて皆さんに紹介しました。この動画がね、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価してくれて嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。